相も変わらずの長時間お付き合いいただいてありがとうございます。でですね、まあ私の独断ですけど、私ははっきり言って終戦の日っていう言葉が大嫌いなんですよね。戦争が終わったっていうことしか意味しない、この言葉って何なんでしょう。何者でもないですよ。戦争が終わってどうするかっていう意思が何もないでしょうか。ないよ。で、敗戦、勝手にやった戦争で負けた、それしか意味しない言葉でしょうか。そうね、えサッカーゲームの勝ち負けと同じ次元で語られてるっていうことですよ。何が敗戦の日だ。そんなの何の意味もないですよ。だから今回私独断で後悔と反省の日と名付けさせていただきまして、何しろ私が個人的に思ってます、の大戦のことを8月になると必ず思い出したように、この国は語るんですけど、必ずそうです。原爆を許すまじっていう歌もあります。あの歌は私大好きです。あのフォークシンガーのピート・シーガーさん、最近死にましたけど、私大層尊敬してます。あの方も日本語と英語でカバーしてます。でもたった一つだけ残念なことがあります。三たび許しまじ原爆を我らが町になんですよ。我らが町になんですよ。三たび許しまじ原爆を世界中のどこにもなんですよ。本当の意味だったら我らの町にって、結局ね、そこに込められているのは原爆を落とされた我々がかわいそうなんですよ。我々がかわいそうなんですよ。東京大空襲のことを思い出すときにもそうなんですよ。焼夷弾を落とされた我々がかわいそうなんですよ。でも今日従軍慰安婦について語られた方もおられました。そして日本が大東亜共栄圏と美名のもとで他の国に対してやってたことは何ですか。占領統治でしょう。占領統治っていうのは慈悲や友情や愛情に基づいて行われるものですか。違うでしょう。違う。そこには必ず暴力が伴い、そして大規模な犯行が起きれば大虐殺が必ず起きるんですよね。他の国の民族や伝統文化をないがしろにしてこその、それが前提にあってこその占領統治じゃないんですか。それをしてたのが日本じゃないんですか。おら加害者だよ、ね、だから私は言いたいんですよ。後悔は自らに向けて、そして反省は他者に向けてしろと。だから何年にわたっても8月15日が巡ってくる、季節が巡って8月15日がやってきたら、しっかりと後悔して反省しなきゃいけないと私は思うんですよ。当事者である、当事者の子孫である我々もそうです。我々の鈍感さも加担してるんですよ。69年目にしてここまで来てしまった。武器を売る、そしてその武器を使う人間を派遣する集団的自衛権の行使用にそこまで行き着いてしまっているんですよ。行き着くとこまで行ってます。本当に、だから本当にここでここまで行ってしまったっていうこと、それ自体が未だに終戦してないんです。終わってない。我々の心の中で終わってないんです。未だに継続しているんですよ。1945年8月15日を境に我々は平和主義に至らなかったっていうことの証拠なんですよ。今の状況こそが。だからここで本当に終わりしなければいけません。終わりです。ここでこそ終戦にしなくちゃいけないんですよ、我々の手で。シュプレスコー
デゲロッカが3人います。昨日九州電力の前で原発に反対してたらプラカードに下打ちをした。ラスタの3色の帽子をかぶったドレッドヘアのやつがいました。ニセラスタだ。エセラスタ。私ははっきり言って失望しています。愛だの平和だの口にしているやつが一度や二度じゃありません。反原発のデモの時にもラスタの3色を身につけた3人組が駆け込んできて原発賛成、原発安全ってスプレッドールをして立ち去ったり、そんな様子を私は何度も目にしてます。エセラスタを発表しろ。そして私はかつてハウスミュージックのイベントにも関わっていた。ことあるごとに愛と平和を口にしていて、今日の振る舞いは愛しかなかったよねとかブログに書いていた連中が、あの事故が起きました、福島第一原子力発電所事故が起きました、原発事故の放射能の被曝によるがんのリスクを考えるくらいだったらタバコをやめた方ががんにならなくていいよねっていう情報を拡散していたのは私の昔の仲間でした。そうです、8月15日は終戦の日、ただ戦争が終わった日、そう言ってのけてペラペラのまんまで69年目、敗戦の日、勝ったか負けたかサッカーゲームみたいに言い続けてペラペラのまんまで69年目、ペラペラのまんまでそいつを置きっぱなしにして69年間愛だの平和だと言ってた結果がこれですよ。本当にキャスの向こうの皆さん、愛っていう言葉、平和っていう言葉取り戻しましょうよ。本当の意味です。パブコメの締め切りまでありますよ。仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、反対ならばパブコメ出せよ、反対ならばパブコメ出せよ。
命を軽んじるということを未だにやり続けている日本の政府は、恥を知ってしっかり後悔して反省してそこから始めなければいけません。こんな夜遅くまで仕事をしているあなたたちをご苦労様だとは思いますが、その仕事が我々の不幸にするものだったら何のためにこんな遅くまで残ってるんだって話なんです。ぜひともやらなくていいことはやめていただきたい。命をないがしろにするのはやめていただきたい。よろしくお願いいたします。それでは今日のところは立ち去らせていただきましょうか。我々も疲れてしまいました。反対反対ばかり言ってはお口が疲れてたまらない、お口が疲れてたまらない。たまには I love you とか、たまには愛してるよ経産省とか言えるような何かをやってほしい。だからその時まで、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 僕らは疲れちゃいけないから、僕らは疲れちゃいけないから、解散しよう、どうしよう、解散しよう、どうしよう。それではまた来週お邪魔させていただきます。ありがとうございました。それでは本当に解散いたしましょう。ありがとうございました。あの皆さん水分と塩分はよく取ってくださいね。本当に体調崩しちゃいますんで、お疲れ様でした。いや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 。褒めたいよ、褒めたい。